副業バレたら大変なんて余裕でバレません。まずそもそもバレる原因は、君が今勤めている会社の他に副業で得たお金に対する税金の納付書が会社に届いてしまうので、それが原因で大体バレます。でも確定申告で自分で納付するという箇所にチェックすれば、納付書は会社に届きません。または君の事業ではなく母とか妻とかの家族事業にして、君には1円も振り込まなければ、そもそもでバレませんよ。もっといいのは10万円程度で合同会社を作って役員報酬をゼロに設定しちゃえばいいんです。会社に売上としては貯まるけど、個人に振り込まないので所得もない。しかももし300万円ぐらい利益出ても、100万円ずつ妻母子供に振り込めば、会社の300万の利益はゼロになり、さらに全員100万円程度なので、それぞれ税金もほとんど無税。次は節税できる所得についてインスタで教えていきます。